ひらがな長谷川チャンネル。こんばんは。今日はですね、ちょっと雰囲気違うとは思うんですけども、僕の知り合いのりょうくんからですね、りょうくんと知り合いというよりは間にチャップがいるんですけども、りょうくんがもしよかったらお店でご飯食べるとこ YouTube で使ってくれませんかっていう、今回は高級焼肉店に来たんで、皆さんと一緒に焼肉を食べれたらなと思いまして、雰囲気のいいお店なんで、ね、あんまり大きい声は出せないんですよ。ちょっと静かな動画になると思いますけども、頑張っていきたいなと。頑張っていきたいな。長谷川チャンネルもね、だいぶ登録者も 22,500 人ぐらいまで来て盛り上がってますから、こっからかなっていう。やっぱりただその僕とその愛子さん、一応コロナ的に一人しか食べたらダメ。そうです。だから今回は私が食べてるところは二人はもうただ見ていただいて。長谷川さん、食レポできるんですか？食レポはね、これまた私結構得意な方だと思ってますよ。ちょっと待ってください。何を作る料理見て誰が得意って思います？料理はあんな感じになっちゃったけど、食べるのまた違う。作ると食べるは違います。あれをめちゃくちゃうめえって言って食う人はあんま信用できないですよ。ちょっと待ってよ。下の幅が半端ないっていうことよ。この間、笹原さんと、はいはい、旅行行って。旅行行きましたね。そこの食レポもなかなかでしたけど。ハンバーガー食って、夢じゃねえかっていう。夢をちゃってやっちゃダメ。やめですよ。夢ダメだったっけ？さあ、早速来ましたよ。これ、もう見てよ。ほら、はい、いきなり。これは、はい。なんですね、ユッケを缶詰に詰めさせていただいておりまして。どういうことですか、ユッケの缶詰。和牛のユッケを、うわー、何これ。下に引いてまして、そちらの上にですね、ウニ、キャビア、イクラ、天使エビをですね、盛り付けさせていただいて。ほら、ちょっと幸福の極みって言ってタイトルをつけさせていただいて。幸福の極み。口に福って書いて、幸福の極み。口の幸福ね。はい、ユッケの缶詰で。で、自家製の卵黄ソースご用意してます。卵黄ソース入ってます。全部かけていただきます。かけちゃって、で、こう。そうですね。回しに、回しながら。焼いて、はい、待ってください。あ、もう、もう、こう、こう、教えてごめんなさい。これ、こう、混ぜちゃっていいですよね。そうですね。混ぜていただいても大丈夫ですし、まあ、その、一つずつ冷めていただいても。あ、しくじった。いきなり混ぜちゃった。え、いや、ちょっと待ってよ。全部、食レポでも同じ脳裏にしちゃうから。なるほど。うん。今3人の脳みそ繋がってると思っていいよ。わかりました。うん。いただきます。うますぎる。あ、もうその FNS 歌謡祭完全に。普段はコラボしない人たちじゃん。まあ、するか。エビの美味しさ、ウニのうまさ、イクラのプチン感。肉のがこんなのあるとさ、一番本当は主張しなきゃいけないのに、他もすごいから。肉がちょっとこう、いつもだったら主役なのに、ちょっと脇役やってる感じ、うん、つまり、これはもう本当にマリアージュだね。俺、思ったんだけど、もう、うまいだけでよくない？うまいんだもん。ちょっと待ってくださいよ。うまい以外何言うんよ。エビがまず濃厚。で、ウニがいいウニ使ってるでしょ。で、イクラのプチンというこの感じと食感と。うん。お肉、サーロインとハラミとタンでございます。まずは厚切りのパンですね。はい。うわー。どんどん牛の下ブロがね、焼けてきて。肉の脂がもういいテカリ具合。まさに茂さんが汗かいてるみたいな。うわー。うわー。え？なんか。うわー。めっちゃちょうどいい。お。オフィシャルのサイズはレモンではなくてグレープフルーツを乗せて、はぁグレープフルーツをいただきます。おいしい。歯でもザクザクザクってグレープフルーツが肉の感じが強いんですよ。やっぱり肉の味が、それが悪いことじゃないんですけども、そのグレープフルーツにすごくこう包んでくれるというか、甘じょっぱいのがいいみたいな。柿の種にチョコレートをコーティングしてたら美味しかったでしょ。あれの感じ、あれの嬉しさ。続いてはサーロインですか。そうですね、サーロイン。サーロインですね。いや、見てくださいよ。うわー、この太ってたら買うな。ないもんな。もう一回いいか。何も言いたいです。ごま油と塩コショウで味を落としていただいて、余計なことはあまりしないってことですね。で、食べるときに卵黄ムースです。卵黄ムース、紙につけちゃダメですよ、皆さん。はい、見てください。卵黄ムースの下にネギソース、自家製のネギソースがいきます。こちらも絡めていただきたいな。
あ、うわぁ、これでか、すみません、いただきます。うますぎる、マジでうまい。ちょっとフルーティーなんですね。脂っぽさ一切ない。肉汁ジュースがジバーってくるので、その肉汁もここに入ってるんだけど、そこをこの卵黄のムースがネギがパラパラ、線香花火の最後みたいな。続いてがハラミ。ハラミは結構好きです、ホルモンの中でも。でもホルモンからなんかこう昇格したよね、ハラミっていうのは。お肉の部位みたいな。ゆずこしょうですね、ちょっとあの強めに作ってますので。ちょっと本当にゆずこしょうも自家製ってことですよね。お願いします。はい、いただきます。うますぎる。さあ、あのちょっと食べてる牛蜜焼きというお肉だね。来た。うわぁ、すげぇ。うわぁ、ちょっと、こっち取りたいのに。いいスモークの香り。はい、桜の菊蔵前、桜チップの燻製の香りつけます。はぁ、すごい。焼かずにこのまま食べていただきます。燻製しみたるから。焼かずに食べていただけるように、あのタンパク質の塊切らない低温で、じっくりと中に熱が通るように熱を通した低温調理をさせていただいております。はい、これ食べていいんですか。すごいよ。なんだろうな、乾燥ハム絶対いねえもんな。うますぎんだもん。うま以外言うことないんだもん。12時間マリネをして、じっくりとした味をつけさせていただいていると、ちょっとジャンケーな味付けがしようですので、ツーマスターハムを添えていますので。なるほど、そこもちょっと。これは低温調理の断面です。わぁ、めっちゃいいし。12時間マリネしてるつもりだから。12時間マリネって。うまっ、美味しすぎる。柔らかさとかもやばかったよ。神料理来ました。神料理ヒレカツサンド。パンとかもわざわざこれ用に。そうです、そうです、はい、ブリオッシュっていうバターを甘めのパンを使ってます。焼き上がりとても香りが良くてですね、このヒレカツサンドのソースの酸味とかかなりバランスが良くて大変人気の。うわぁ、うますぎる。なんだこれ、パンがそしてうまい。日本一うまいミビパンの味。白ワイン仕立てのウニソース。ウニソース、白ワイン仕立てのウニソース、これを使って食べるんですか。はい、片三角とヒレ。これトモ三角は違うんですか。トモ三角は後ろ足の肉。ああ、はい、片三角は前足の。前の。そうなんです。うわ、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 美味しそう。いただきます。もう早いな。いやいや、本当にすごいから、乗せた瞬間にもう下に触れた瞬間にもう、うわうめえ。このソース何つったらいいんだろう。急に口の中が日本海になるっていうこと。日本海。最後が最後のヒレ。うわうわ、いいよ。うわぁ、めっちゃうまい。肉が全部繊維からこうボロ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 ほどけてくる。歯いらないっていう表現あるじゃん。歯はいるんだよ絶対に。でもほどけてく感じが、舌の上でほどけてく感じがわかる。これはすごい。最後の食事でございます。こちらですね、牛蜜飯という。牛蜜飯、はい、あ、すっごい匂いする。はい、真ん中にですね、ユッケで、あ、いいね。栃木県産の濃厚な卵黄とカニ、イクラ、ウニ、最後にガーリックバター醤油。ガーリックバター醤油。いやー、いい匂いする。いただきます。なんだこれ、贅沢の極み。
最高、マジで。はぁ、あ、呆れるぜ。うわ、このもの、どれも美味しいな。オキケミンが食べるという動画見ていただきましたけども、皆さんもぜひ、ご家族で、恋人同士で来ていただけたら嬉しいなと思います。ぜひこのおしみつ来てください。